こんにちは、えー。ポケモンスリープをやっていて、えー、私自身睡眠に対する意識って変わってきました。さて、北新地のお姉さんがお肌めちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、あの仕事をされていて、一定して十分な睡眠をとれているわけがないのにお肌綺麗なんですよ。で、 何か秘訣あんのって聞くと、これ飲んでんねんって、えー、リポスエイド、ビタミン C、えー、これを送ってきてくれました。ありがとうございます。で、思い出すのが、えー、美容整形の副院長の経験もあるドクターがクリニックを開かれたんですよ。で、そのご自身のクリニックで、 オプションとして点滴とかをしようと。で、いくらぐらいやったら患者さん受けてくれはるかなみたいな、そんな話をしていたときに、先生自身はその点滴受けないんですかって伺うと、だって俺、CC レモン飲んでるもん。って言われたんですよね。それでええねやんと。 えー、CC レモンに比べて、この、リポスエイドがいいのか悪いのかもわかんないですけれども、何らかの形で、ビタミン C を、えー、普段の食事に加えて摂取するのって、どうやら良さそうですよね。えー、これが40代男性の肌です。えー、肌年齢を測定する機会がないんで、わかんないですけど。 とりあえずこのディポスエイドを1ヶ月飲んでみて、こんなにも良くなったよっていう動画を撮れたらいいなと思いつつ、えー、今回はその予防線として動画を回してます。ではでは。